皆さんこんにちは。こんにちは、今日はスローフォックストロットのアウトサイドスピンについて説明したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、4、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー。0、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2。一度踊らせていただきました。このアウトサイドスピン、スローフォックストロットの、大体多くの方はコーナーなどで使ってフェザーステップで中央斜めに入っていくというふうな、使い方をする方がよくいると思います。このステップは、よく引っ張られるとかバランスを崩してしまう、あとは思った通りに踊れないというような、問題が発生しやすいフィガーの代表的な一つだと思います。まずはじめに、よくある症状というのをお見せしたいと思います。0、2、3、4、カーブドフェザーが終わりました。ここからアウトサイドスピンに行くときに、お互いにこうバランスを崩して次のフィガーになかなかつなげられないという方が多いと思います。0、2、3、4、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。はい、今のように、バランスを崩してしまう。悪い例で見せた通り、そんなにバランスは崩さないけども、パワーでねじ伏せてしまうという方が多いと思います。今回のこの動画では、そのアウトサイドスピンが、どのタイミングで回らなきゃいけないかっていうのを、説明したいと思います。で、その前にアウトサイドスピン、最近の踊り方が2種類あるので、その2種類をご紹介したいと思います。組んだ状態から0、2、3、4、カーブドフェザーが終わって、まず1種類目っていうのは女性の足ですね。男性はここから、女性をこちら側にリードしていくんですけども、女性の足、右足一歩前進して、この右足に左足が寄せられる、要は揃える状態ですね。はい、こういうふうな状態。ボールに乗りますね。ボールで、ボールターンっていうやつですね。こういうボールターンをすることで、アウトサイドスピンを成立させて、次のフィガーにつなげていくというバージョン、足を揃えているということですね。っていうバージョンが一つと、0、2、3、4、カーブドフェザーが終わって、足を揃えずに右足、左足というふうに2歩出てしまいます。1歩目、2歩目も出てしまいます。はい、こういう形ですね。これでアウトサイドスピンを行ってフェザーステップに入る。はい、次の後続フィガーにつなげてあげる。この2つの踊り方があります。人によって、このアウトサイドスピンのこの足型ですね。はい。女性が足を揃えるのか、2歩そのままトントンと出ていって、アウトサイドスピンを行うのか。これどちらでもいいんですけども、競技ダンスやっている方、言ってしまえば、ある団体によっては、足をちゃんと揃えた方が印象がいい。という団体もあるし、あまりそれ気にせずに体を思いっきり使った方がいいよっていう団体もあると思います。なので、成績を伸ばしていきたいっていう方は、強引にでも足揃えた方がいいかもしれないし、いやいやそれよりも踊りやすさを追求したいっていう方は、足を2歩パスした方が踊りやすいっていう方もいると思います。
基本的にはアウトサイドスピンは、最初のパターンですね。最初のパターンで踊れた方が印象はいいんですけども、僕たちはどちらかというと後者の方を選んでいます。そちらの方が体が自由に使えるっていう理由が一つに挙げられるんですけどもね、はい、皆さんも、どっちがやりやすいかっていうのを、リーダーさんとそしてパートナーさんと話し合いながら決めてやってみてください。はい、それでは、本題に入っていきます。このアウトサイドスピンで先ほど見せた通り、バランスを崩してしまう症状っていうのは、もちろんその引っ張りすぎとか、回り込まなきゃといって女性が外に行きすぎ、っていうような症状いろいろあると思うんですけど、今回、このアウトサイドスピンで教えたい内容っていうのがフィガーの名前からクリアにしていきましょうっていうのが一つ挙げられます。アウトサイドスピンになります。アウトサイドっていうのは、いろんな動画でも言っているんですけども、組んだ状態で、このクローズポジションですね、こういうクローズの状態、はい、この状態のまま、皆さんの方から向いてだいたい45度の方向、はい、この方向にお互いの体重が流れていった結果足が外に出た状態、はい、この形っていうのがシンプルに言うとアウトサイドパートナーという行為になります。なので、もちろんこの踊り方、このやり方がやりづらいという方もいるので、そういう方はですね、一般的によく言われる体をしっかりと絞って、足元にスペースが空くのでそこに足を通してあげるっていうような、いわゆる CBM とか体のねじれを利用してっていうのをやっていただきたいんですけども、アウトサイドパートナーですね、アウトサイドポジションっていうのはその絞りを作ることが目的でやってるステップではないってことですね。はい、お互いの体がクローズの状態で45度に倒れてった結果、たまたま体が絞れているように見えるっていうのが、結果として現れる行為になるので、アウトサイドでこだわりすぎてしまっている場合はアウトサイドスピンもうまくいかないと思うので、一回シンプルにアウトサイドパートナーというのは45度に倒れていく方向だっていうのを理解してください。それで、今のこのアウトサイドスピンっていうのは女性の方が前進ですね。なので男性と女性が組んだ状態から、女性が前進バージョンのアウトサイドスピン、男性が後ろに45度の方向に体を倒してた結果、はい、このようにアウトサイドパートナーになるっていう形になります。なので僕たちの感覚ではクローズドポジションもアウトサイドパートナーのポジションも、いわゆる接点というんですかね、コンタクトしている部分っていうのはそんなに変わっていません。なのでアウトサイドパートナーになんなきゃって言ってこう腰をずらしたり、腰の外同士がぶつかるんだよっていうふうに考えている方はちょっと考えを変えてあげると面白い踊りになると思うのでやってみてください。はい、それではもう一度アウトサイドスピンの話になります。今カーブドフェザーが終わって、はい、ここからアウトサイドスピンに行きますね。もうすでにこの状態でアウトサイドにはなってるんですけども、今この向きから45度っていうとだいたいこちらの方ですね、はい、この方向に自分の体をまず倒していく、はい、ここで重要になってくるのがアウトサイドスピンになるので、まずアウトサイドっていう行為をきっちりとやってからスピンをやっても問題ないですよってことですね。あまり良くないのはカーブドフェザーが終わってここから回さなきゃって意識が強すぎて、女性が一歩足出る前、男性が左足一歩後退する前に回したれって言って引っ張ってしまうことで立てなくなってしまうっていう症状が考えられます。なのでしっかりとカーブドフェザーが終わってアウトサイドでしっかりと一歩前進と後退を行った先でスピンをやらなきゃって思ってあげた方が意外と踊りやすかったりするので、上手い人を見るとぐるんと思いっきり回ってるように見える
ていうのを真似しすぎないように気をつけてあげるっていうのがとても重要になります。0、2、3、4、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。0、2、3、4、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はスローフォックストロットのアウトサイドスピンについて説明させていただきました。まあ簡単に言うと、アウトサイドしてからスピンということですね。はい、アウトサイドしてからスピンですね。はい、先にスピンをしてしまうとアウトサイドで踊りづらくなってしまう可能性が出てくるので、あ、引っ張ってるなっていう方はちょっと意識して踊ってみてください。それでは皆さん頑張ってください。